Dry Hoop Radio. Okayama Voice Broadcasting. KB はタフな俺たちに任せろ。株式会社 KIG プレゼンツトライフープレディオ、パーソナリティの原田さやかです。トライフープレディオは岡山のプロバスケットボールチームトライフープ岡山の選手・コーチをお招きして、お一人お一人のパーソナルに迫っていく番組です。今回のゲストは背番号11、ポイントガード23歳の酒井達也さんです。酒井選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日ちょっと私 初対面なんですけれども、はい、もうすごい好青年な感じの方で23歳、今年24歳今年、はい、24歳になります、はいはい、福岡県出身ということで、はい、はい、そうです。ちょっとまず最初簡単になんですけれども、酒井選手のご紹介からさせていただきたいと思います。はい、福岡県の朝倉市出身、はい、で小学校3年生からミニバスケットボールを始められたんですね。はい、そうです。で中学校の時に全国中学校バスケットボール大会で優勝して、はい、その MVP にも選ばれたっていう、はい、すごい華々しい経歴ですね。あ、そうですね、はい、当時の、僕らのチームメイトもすごく強くて、はいはい、で僕自身そのミニバスを始めて、はい、でその福岡の強豪校じゃないですけど、有名な監督さんのところに進学して、はい、そのおかげで優勝と全中 MVP もらえたんじゃないかなと思います。はい、駿河さんとおっしゃるんですかね。はい、駿河先生ですね。はい、すごく有名な方なんですか。もうその界隈ではもうめちゃくちゃ有名で、はいはい、見た目もすごいんですけど、はい、なんせその実力というか経歴すごくて、はいはい、何人もプロを輩出してたりだとか、福岡県ではもう負けなしのチームを率いる監督っていうイメージがありましたね。はい、でもじゃあ中学校でかなりバスケにしっかりやっていこうっていうので、その監督のもとに行かれたっていうことですか。そうですね、きっかけはその僕自身がやりたかったとかじゃなくて、はい、その親に携帯を買ってもらえるっていう、はい、その好奇心一心で僕はもうじゃあ行きますっていう感じで、携帯欲しいっていう一心で、当時の携帯なんてもうお宝みたいなもんだったので。そうか。でも友達とか結構持ってたんですか、その当時って。僕が小学校6年生の時に周りが結構持ち始めてて、はい、で僕だけ持ってないみたいな、はいはい、で当時好きな女の子のアドレスを聞きたくて、はい、でも携帯持ってないとダメだから、はいはい、親にそう説得して、はいはい、携帯買ってあげるけど、ここの中学校行ってバスケ頑張りなさいって言われて、で結局好きな女の子は地元の中学校行って僕は違う中学校行ったんでもう何もなかったでも携帯は手に入ったっていう手に入ったんで、それがきっかけでこういうそうですよね、はい、結果になったんで、良かったかなと。めちゃくちゃいい親御さんですね本当に釣られたっていうのもあれですけど、いうのは完全にあると思うんですけど、はい、でも良かったです。結果としてこうなったんで、はい、でもその中学校で優勝された時に、はい、皆さんご存知の八村塁さんがいらっしゃるチームを撃破して勝利もされているっていうことですよね。そうですね、はい、そうです。中学校決勝で、はい、今 NBA で活躍されている八村選手と対戦して、はいはい、中学校卒業後に、はい、群馬県のバスケ強豪校の前橋育英高等学校に進学されたということで、はい、前橋育英っていうとこ、例えば甲子園だったりとか、はい、そういった他のスポーツでもすごく有名だと思うんですけど、はい、バスケも群馬ではもう一番強い高校なんですよね。そうですね、当時、僕が中学校2年生の時に全中の決勝で対戦した時に、キャプテンやってた選手だったり、はい、僕の1個上の全中の得点王の選手だったり、結構僕が見ていてすごいなって思う選手が、進学してたので、そういうのもあって、で、バスケも結構強かったので、はいはい、で福岡も割と高校強いんですけど、はい、結構関東に行って、結果残して関東の大学に進学しようかなとも思ってたんで、そういった理由で前橋育英高校に進学した感じですね。はい、でも大学は日本ではなかったんですよね。そうですね、結構高校のその成績というかで、大体高校2年生の成績と、まあ遅くてもインターハイの成績っていうのがその大学進学にめちゃくちゃ大事で、で僕自身その高校2年生の時にまあインターハイベスト8だったんですけど、まあそこまで輝かしい成績ではなく、で僕の代でもそんなにいい結果が残せなかったんで、そのオファーをもらえた大学が少なくて、で結局そのもらった大学もその特待の制度がなくて、でアメリカの大学と比較してそんなに学費とその変わらないんだったらちょっとアメリカに行きたいなっていうのを親に相談して行くことを決めました。はい、ネブラスカ大学カーニー校に進学されたということで、はい、こちらにでもアメリカに行こうって思ったのは、はい、まあちょっと日本よりはアメリカの方が例えばバスケットの面でもいいかなっていう思いもあったんですか？そうですね、もともと中学校その卒業するタイミングで、当時、はい、現在千葉ジェッツで活躍されてる富樫選手が高校アメリカ進学してたんですけど、はい、それを見ててすごい僕も行きたいなと思ってたんですけど、そんなことをその当時の監督にも母親にも言えなくて、はい、まあそれもあって、まあ、このタイミングでちょっと両親に相談してみようかなっていうのもあって、でアメリカっていったらやっぱバスケ大国なんで、はい、まあそれもあってアメリカの大学でバスケしたいっていう気持ちがあって進学をしました。なるほど。でそのアメリカのその大学に通われてる時に、はい、っていうことですかね。2018年ヨーロッパの、そうですね。はい、まあ、僕自身そんなにアメリカの大学に進学することの、はい、なんですかね、そのステップを全然知らなくて、はいはい、本当は結構そのコミュニティカレッジだったり、結構段階を踏んで4年生の大学っていうものに入らないといけないんですけど、僕はもう何も知らなかったんで、その4年生の大学に飛び込んでしまって、でそれ思うようにちょっとバスケができなかったんですけど、そのまあ両親を説得した理由として、バスケットをしに行くからいいよっていうふうに言っていただいたんで、このままじゃちょっと良くないなっていうことで、はいはい、そのまあ、当時スペインで、はい、そのプロのトライアウトというか、はい、そのショーケースがやってたんで、そこに自分で、アプライして、はい、で参加して、うん、っていう形でその5部でプレーできるようにオファーをいただいて、はい、1年間プレーしたっていうのはあります。もう今ここまで聞いただけでもだいぶチャレンジャーだなと思ってるんですけどそうですね、まあ、割と母親がなんですか、パワフルな人間で、そうなんですね。で多分僕自身もなんか人と同じようなことをするぐらいだったら、多分違う道を行きたいという人間なので、はい、そうですね、割と人とは違うような道を歩んできたとは思います。結構難しい方に行かれてるのかなっていう印象も。そうですね、その中学校の監督が、はい、なんかに教えてもらった言葉で、はい、迷ったら厳しい道を選べっていう風に言われてたんで、まあ、自分にとって厳しいかどうかは分かんなかったですけど、まあ、自分がやりたいこと、挑戦したいことっていう、その自分の好奇心だけで判断してたのはありますね。なるほど。はい、いやでもすごい、その英語もじゃああんまりこうお話できない段階でアメリカに行かれたっていう感じです。だから僕本当にバスケしかやってこなかったんで、はいはい、高校も特待で、呼んでいただいて、はい、でバスケ一筋で、はい、バスケしとけばなんとかなると思ってたんで、で親父にもその自分が必要だと思うことだけ勉強しといたらいいんじゃないって言われてたんで、英語なんて絶対使わないだろうと思ってたんですよで高校も全く勉強してないとで気づいたらなんか進学、はい、アメリカの大学に行きたいなんて言っちゃってるからで、ね、そこから勉強してまあなんとか今、はい、まだ大学生ですけど、うん、やりくりできてます。いやそうですよね、はい、ちょっとこの後そこにも触れていこうと思ったんですけど、はい、まず2019年に、まあ、帰国するという形で、はい、B2、まあ、B リーグ B2 の越谷アルファーズで特別指定選手としてプレー、はい、でまあ、昨年ですね2020年7月トライフプ岡山へ移籍されたということで、はい、でしかも現在もバスケットと並行してオンラインの授業を取って、まあ、勉強されていらっしゃる現役の大学生ということですよね、はい、ピチピチの大学生ですピチピチはちょっと間違いないですね、はい、間違いないと思います、はい、でもじゃあ今もその YouTube も今拝見してて思ったんですけど、はい、やっぱりこう練習の合間だったりとかにしっかりこうお勉強もされてっていう、はい、はい、その言ったらこのスペインに行ったタイミングからずっとオンラインで、はい、もうずっと授業を取り続けているんですけども、はいはい、言ったら1学期に取れる単位っていうのは大体15単位ぐらい取れるんですけども、そのオンラインってなると結構その普通のその授業料よりちょっとお金が高くなったりだとか、そうなんですか、はい、いろいろあって、はい、まあそのスペインにいる時だったり越谷でプレーしてる時は割と、はい、1学期に6単位とか9単位ぐらいしか取れてなくて、もうずっとそれをこうやってて、はい、オフシーズンの夏にその15単位ぐらいバッと取るみたいなのをやってたんですけど、やっとまあ終わりが見えてきたなっていうぐらいで。ちなみに今、4年生ですかね、大学は、はい、今何年生になるんですか？4年生になって、あ、おめでとうございます、はい、もう来年には卒業できそうな予定ではあります。順調ですね。順調です、はい、ありがとうございます、はい、まあ、トライフプ岡山に2020年昨年の7月にご移籍されて、はい、今ちょうど1年ぐらいっていうことですかね、はい、そろそろシーズンも終わるかと思うので、はい、どうですか岡山は？いや、もうめちゃくちゃ住みやすいですね。本当ですか、はい、結構その僕スペインに行った時にスペインすごいいい国だなと思って、はい、で割ともう全く雨が降らなくて、はい、で気候とかいうのがちょっと岡山に似てるんですよね。あ、そうなんですか、はい、で晴れてて海もあるし、はい、でまあ本当に、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、めちゃくちゃ田舎だと思ってたんですよ、はい、岡山っていうのは あまり来たことがなくて、はいはい、ただ来てみたらすごい住みやすくて、はい、何でもあるし、うんうん、もう言うことないぐらい。あ、本当ですか？今は、はい、本当にいろんなところにまだ行けてないとこは多いんですけども、はいはい、岡山探索したいなとも思いつつ、はい、割ともう住み慣れて来てますか？来てます、はい、いいことです。あとちょっと酒井選手、今日はぜひサカタツ TV のお話も聞いていきたいなと思ってたんですけどありがとうございます、はい、サカタツ TV ちょっとリスナーの方もしかしたら初めて聞かれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、なんとこう YouTuber でもあるんですよね、はい、酒井選手は。そうです、まあ割と事の発端がそのスペインでプレーしてる時に、はい、自分のプレー集を各チームに送るっていうので、うん、YouTube を始めて、うんうん、で昨年その一昨年ですかね、アルファーズで、はい、その結局試合ができない期間、はい、そのまあ、ファンの方と交流ができない期間があったんで、まあ、ちょっとそういうコンテンツっていうのを、うんうん、まあ、通して、まあ、ファンの人たちが寂しがらないようにっていうので始めたのがきっかけで、はい、今やそのまあ Vlog だったり、はい、その岡山のまあ試合の風景、あとはチームメイトのまあ見れないような姿っていうのをまあ配信してはいるんですけども、はい、まあ、まだまだその YouTuber、底辺 YouTuber なんで。いや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 、でも登録者数すごくないですか1000人ぐらいいらっしゃいますよね。そうです、もうそうですね、1000人まずは目標にして、はい、まあそこから伸びていけばなと思ってるんですけど。毎日更新されてるんですか？いや、まあある期間は毎日更新はしてて、はい、でだいたい水曜日と日曜日に、はい、更新するようにはしています。はい、なるほど。いや、そこで津山城のあたり散策されたり、はい、後楽園の散策されたりっていうのをちょっと拝見してたので、はい、そうですね。もっとこう、まあ、岡山のいいところを配信しながら、はい、で例えばアウェーに行った時に、うんうん、なんかそういうアウェーのいいところも配信していけたらなと、はい、まあ、次のシーズンからそうやってやっていけたらなって、まあ、課題も見えてるんで、ここから、はい、伸びしろでどんどんいいコンテンツを皆さんにお届けできるんじゃないかなと思ってます、はい、楽しみにしてます、はい、チャンネル登録したんでありがとうございます楽しみにしてますんでよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。後半戦ということで、こちらのトライフープレディオでは選手の皆さんへ質問に一問一答形式でお答えいただいて、後ほど気になった答えについてさらにちょっとお話をお伺いしていきたいなというコーナーがあるんですけれども、この中にはバスケットにはあまり関係なさそうなパーソナルの質問もあるんですけれども、リスナーの皆様に選手お一人の人柄も知っていただくことでトライフープ岡山さんの魅力さらにお伝えできればと思っています。それではじゃあ酒井選手参りましょう。はい、第1問。好きなバスケット漫画のキャラクターは？そうですね、割とスラムダンクだとか、いろんなところを多分言う方が多いと思うんですけど、僕はアヒルの空っていう漫画の主人公の空っていうキャラクターはものすごく、僕と似てめちゃくちゃ身長ちっちゃくてって言いながら、バスケットをこうやってるっていうのはすごく好きなキャラクターの理由でもありますね。酒井選手身長何センチなんですか？167あるかなぐらいですね。あるかな小数点845に167かなみたいな、それはでもかなりバスケット選手ではやっぱ小柄な方ですよね。そうですね、チームでも一番ちっちゃいですし、もう外国人選手を見上げることは多いですね。この主人公の空っていう選手もはもっと多分ちっちゃいと思います。157とかですかね。でもなんかそれでも頑張ってるっていうのがすごい似てるなというか、共感できるんで好きな理由です。ありがとうございます。ちょっと私スラムダンクはもう30回以上読んでるんですけど、アヒルの空ちょっと読んでみます。めちゃくちゃいいです。じゃあ次第2問。好きなバスケット選手は？バスケット選手はもういっぱいいて、僕ちっちゃい頃に NBA 見るのが好きで、NBA 選手誰というよりかは、もう気になったその人のムーブをずっとこうひたすら真似するだとか、そういうふうにやってたんで、当時だとコービー・ブライアント選手だったりアレン・アイバーソン選手、で現在だとカイリー・アービングっていう選手がいるんですけども、NBA はそこら辺が好きですね。でヨーロッパに行ったこともあってヨーロッパの選手で、現在 NBA にも挑戦してるんですけど、カンパッソっていうアルゼンチンの選手がいるんですけども、その選手もめちゃくちゃ好きです。あとは高校の先輩で、現在B1 の三河でプレーされてる熊谷光選手はもうずっと高校の時から憧れている選手なんで、いずれ同じ舞台で対戦できるように頑張っています。なるほど、熊谷選手っていうのは高校が同じ、そうです。前橋育英高校の1個上の先輩で、なるほど。でもそういう方が身近にいらっしゃったっていうのもすごい環境ですよね。そうなんですよね。なんでこう神戸の先輩だとか、他にも東京アースフレンド Z っていう、今 B2 のチームで活躍されている久岡選手も1個上の先輩で、割とこう身近な選手が、B リーグで活躍してるんで、そこに負けないように、自分自身切磋琢磨できる存在がいるんで、ちょっと負けられないですね。わかりました。じゃあ次第3問。自分のプレーの持ち味、アピールポイントは何でしょうか？そうですね、僕自身身長がちっちゃいですけど、それでも果敢にゴールにアタックするところだったり、ディフェンス面をハードにやるのをモットーに頑張ってるんで、そこら辺見ていただいたり、あとは外国人選手含めチームメイトに声かけしてるところ、リーダーシップ等を見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。ポジションがポイントガードっていうことで、ポイントガードについてちょっといろいろ調べたんですけど、コート上の監督っていう言われ方をよくするんですかね？そうですね、割とその監督が意図していることを、コートで、いろんな選手にこう指示をしたりだとか、割ともう本当にその通りゲームメイキングする立場っていうことですか？でなおかつその選手の調子がいい悪いだとかいろんなとこ見ながら声かけは意識的にはやってはいますけど、で僕自身英語を喋れるので、チームメイトが言いたいことだったり、通訳して助ける時もありますし、コート上ではまあ、日本人選手、外国人選手にいろんなことをこう英語や日本語でこういうことは多いんですけど、まあそういったのもまあ自分の持ち味なんじゃないかなと思います。なるほど、はい、でもまあコート上でもみんなを引っ張っていくような存在ということですよね。ありがとうございます。じゃあ第4問、バスケット選手になっていなかったら何の仕事をしていたと思いますか？はい、何の仕事、まあそうですね、多分自分のお兄ちゃんたち もう自分の親父の会社を継いでいるんで、はい、多分、はい、バスケット選手になってなかったら一緒に働いてたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、やりたいってなると、はい、結構、まあ、僕自身留学した経験があったので、その留学したい子だったり、まあ、したくてもできないような子どもたちを斡旋できるような、なんか仕事をしてたんじゃないかなと思います。ここでもやっぱチャレンジャーですね。そうですね。起業してみたいな、はい、ありがとうございます。じゃあ第5問、試合前のルーティーン、ジンクスはありますか？まあ、割とそんなに意識的にやることはなくて、はい、ただその普段のスケジュール通り試合前もまあ過ごしながら、絶対まあ試合前はだいたいそばをおそばを、はいはい、食べることが多いです、はい、お昼にそばを食べて試合に行く、はい、で試合に行ったらまあ大体いつもやってるようなストレッチをするっていうところですかね。おそばお好きなんですか？そばは割と好きですね、はい、腹持ちが良くて、で僕自身そのまあビーガンっていうほどじゃないですけど、割とその食べないものは結構あるんで、はい、そうなんですか。まあ、お蕎麦は食べれちゃうんで、腹持ちも良くてよく食べることは多いです。それってその嫌いだからじゃなくて、はい、意識的にその食べないものをこう区分けしてるっていうことですか？そうですね、その、まあ、バスケットのパフォーマンス向上もそうですし、はいはい、まあそのなんていうんですかね、その動物を食べるっていうのにも命をいただいてるってこともあるんで、で結局なんかそういう映画とかを見て、はいはい、まあいろいろ感じるものがあったんで、まあ、最近はそんなにお肉だったり、はい、卵だったり、はい、乳製品はほとんど食べてないですね。そうなんですね。はい、ちょっと意外なんですけど、まあ、余談なんですけど、うちのあの編集長のヤマモンが、はいはい、ちょっとそういったことを意識して、はい、そうなんですね。今食生活やってるんで、はい、ちょっと後で呼びますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ第6問、明日世界がなくなるなら何をしますか？そうですね、はい、もう自分の大好きな家族と彼女に多分会いに行くと思います。ちょっとね今こう距離が、まあ、ご家族は福岡にいらっしゃって遠いと思うんですけど、はい、まあ、そこはやっぱりしっかり会ってっていう。そうですね、はい、まあ、割とその海外にいたことが多くて、はい、でまあ言ったら高校も群馬に行ってましたし、中学はその市内の方に母親と2人暮らしして、はい、まあもう本当に小学校卒業してからそんなにこう家族全員でいたっていうのがあんまりなくて、なるほど。でその、まあ、海外から帰ってきたタイミングでこうみんなで集まる機会があって、やっぱり家族って大事だなとかすごい好きなんだなっていうのは改めて思ったので、多分最後の日はそうやって過ごすんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ第7問、女性のどんな仕草に魅力を感じますか？仕草かどうかわかんないですけど、はいはい、もうそのお団子ヘアっていうんですか、お団子ヘア、はいはい、でそのがっつりこう固めるお団子ヘアじゃなくて、まあこうふわふわっとささっという風なお団子ヘアをしてる女性はもうピカイチですね。はい、ストライクです。結構細かく教えてくださいましたよね。そうですね、はい、そこは結構好きなんでしょうね。そうですね、もうたまんないです。結構なんでですかね、ショートカットよりも長い髪の方がいいなみたいなのとかもありますか？はい、まあなんか僕が好きな女優さんが、はい、貫地谷しほりさんって方なんですけど、 はい、あの方がそのブザービートっていうドラマで、はいはい、バカでかいお団子しててバカでかいお団子してたにもかかわらずめっちゃ似合ってて、まあ、それ以来その人をきっかけにお団子を好きになったかわかんないですけど、はい、そうなんですね。どうします？今度有観客の時にめちゃくちゃお団子お団子兵めっちゃ増えとるわみたいなことになったら、まあ、ちょっと見させていただきますが試合集中ならんかもしれないですありがとうございます。じゃあすいません、最後に、好きなミュージシャンと楽曲は何ですか？はい、グレース・ワンダーウォールっていう方の、はい、I don't know my name っていう曲が好きなんですけど、はい、割と、はいはい、まあ、その方の曲は全般好きなんですけども、はい、まあ、その子は、そのゴッドタレントっていう、はい、まあ、海外の、まあ、言ったらスーパータレントを見つけるっていう番組で、オーディション番組みたいな、そうオーディション番組で、もう本当当時多分10歳とかの時からメジャーデビューして、はい、今そうやって僕たちが楽曲を聴けてるっていうのはすごいなんか嬉しいのと同時に、まあ応援したいっていうのと、まあ単純に結構ハスキーな声なんですけど、はいはい、すごい、好きなんでよく聴いてます、はい、これ結構そのバラード系というかハスキーなしっとり系の歌なんですか？はい、そうですね、割と結構バラードが多くて、はい、でまあウェイトトレーニングを割とよくやるんですけども、はい、そういった時に、はい、まあ、ガシガシ重りを上げつつ、はい、そうバラードを聴いてるっていうのがものすごくいい、だいぶ珍しいですよね。多分いると思うんですけどね。本当ですか？はい、なんかすごいこうゴリゴリのね、それこそヒップホップとか聴きながらこうやるんかなって、だいたいそのジムって、はい、そういうの流れてるんで、もういいです。もういいですか？わかりました。ありがとうございます。すいません、今日は長々とお付き合いしていただいてありがとうございます。酒井選手、最後にですね、ちょっとファンの皆さんにメッセージをぜひお願いします。はい、今シーズンも残り、2節で合計で4試合になりました。で本当に最後のその4試合が、無観客になってしまってとても残念ではあるんですけども、まだその最後の試合、僕らのホーム戦は有観客か、まあ、ちょっとまだ分からないところではあるんですけども、まあ、どちらにしろ僕たちのやることは変わらないですし、最後まで全力で戦って、僕たちの目標でもある、リーグ優勝を目指して、はい、最後4試合しっかり戦っていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、応援しております。酒井選手、ありがとうございました。大丈夫ですか？広報担当のあの顔出し NG の稲葉さんがめちゃくちゃ笑われてますけど、大丈夫ですか？最後噛んだね。大事なとこ噛んだね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、酒井選手、本日ありがとうございました、はい、次回もどうぞお楽しみに、はい、トライフープラジオは警備はタフな俺たちに任せろ、株式会社 KIG の提供でお送りしました。トライフープ目指せ B1 リーグ、パーソナリティは雑誌プラグ編集部原田さやかでした。トライフープラジオ、Okayama Voice Broadcasting。